フィギュアスケート日本代表は、全日本フィギュアスケート選手権や全日本フィギュアスケートジュニア選手権などの大会結果をもとに、日本スケート連盟によって選出され、国際オリンピック委員会や国際スケート連盟主催などの国際大会に派遣される日本のフィギュアスケートのナショナルチームである。1929年に設立された大日本スケート競技連盟は、 1930年には国際スケート連盟に加入した。フィギュアスケートの日本代表は男子が追い松、和義帯谷隆一が1932年、レイクプラシットオリンピック、女子は稲田悦子が小学6年生で1936年ガルミッシュパルテンキルヘンオリンピックに初めて国際大会に出場した。しかし、第二次世界大戦の影響で、 1936年を最後に国際大会への参加が途絶えた。戦後の1946年、大日本スケート競技連盟は日本スケート連盟と解消した。1950年国際スケート連盟に復帰し、1951年世界フィギュアスケート選手権、1960年スコーバレーオリンピックに参加した。長く低迷していたが、 1977年に佐野実が男子シングル初、1979年に渡辺恵美が女子シングル初の世界フィギュアスケート選手権でメダルを獲得した。また伊藤緑みどりが1989年に世界フィギュアスケート選手権初のトリプルアクセルジャンプを決め日本初優勝し、1992年にオリンピックで初めてのメダルを獲得した。 また長野オリンピックを目指して、フィギュア強化部長の白田の子主導の下で、1992年から長野県延山高原で開始された、全国有望新人発掘合宿が、世界ジュニアフィギュアスケート選手権で、2002年から、高橋大輔、大田幸那、安藤美希、織田信成、浅田真央と連続優勝し、一期生の荒川静香が2006年、 トリノオリンピック金メダルを獲得するなどの成果を残した。その後も2014年ソチオリンピックで波乳譲るが男子初の金メダルを獲得するなど合宿出身者が活躍して強豪国の一つとなっている。2009年世界国別対抗戦にて、左からマービントラン、高橋成美、浅田真央、安藤美希、小塚高彦,彦、小田信成、クリスリード、キャシーリード年は、 シーズン開始年々は、シーズン開始年日本はこれまでに、男子シングル2人、女子シングル4人が、世界ランキング1位を果たしている。年は、シーズン開始年日本はこれまでに、男子シングル1人、女子シングル2人が、シーズン世界ランキング1位を果たしている。日本はこれまでに、男子シングル2人、女子シングル2人が、シーズンベストスコア1位を果たしている。日本はこれまでに、 男子シングル二人、女子シングル一人がグランドスラムを果たしている。ゴールデンスラムとスーパースラムは羽生譲るが達成している。2003年シーズンから用いられている ISU ジャージングシステムにおける世界記録保持者を挙げる。ただし、同一大会で上位者がいる場合は含まない。また2018、2019シーズンに採点基準が変更した。 日本は2017、2018シーズンまでに男子シングル3人、女子シングル1人が世界記録保持を果たしている。2018、2019シーズン以降は男子シングル3人、女子シングル2人が世界記録保持を果たしている。ジュニアは2017、2018シーズンまでに男子シングル3人、女子シングル2人が世界記録保持を果たしている。 2018、2019シーズン以降は男子シングル2人が世界記録保持を果たしている。日本は男子シングル2人、女子シングル2人が ISU 認定大会におけるジャンプの初成功を達成した。特に安藤美希はすべてのジャンプを含めて女子初の4回転を成功した。複数の場合は対象のみ2020、2021。 シーズンの日本代表候補202021 2020シーズンのスポンサー構成全国信用金庫協会日礼、ロッテミズの ANA ありがとうございます。